皆さんこんにちは、ロシア語の先生です。今日の授業を始めていきましょう。今日は好きという表現を勉強していきます。あなたのことが好きっていうやつですね。ではやっていきましょう。で、ロシア語はですね、英語は I love you ですよね、と同じように3単語で表現することができます。ではまず私に相当するのはいやですね。で、好きですっていう単語、動詞をリブリューと言います。言ってみましょう。リブリュー。リブリュー。そうです。で、あなたという言い方、ロシア語2つありましたね。仲良くなった君っていう言い方と、丁寧なあなたという言い方がありますので、両方でやってみましょう。では、丁寧なあなたのことが好きですという言い方です。言ってみます。やりぶりゅーばす。やりぶりゅーばす。と言います。で、もう一個、仲良くなった君という言い方の時は、やりぶりゅーちびや。やりぶりゅーちびや。というふうに言います。覚えましょう。使う時がきっと来るかもしれません。もう一つ反対にですね、あなた私のことが好きって聞く言い方もついでにやっておきましょう。あなたは2つありますね。V と T があります。両方に関してあなたは私が好きなのやってみますね。では丁寧なあなたに聞いてる時です。 V любите меня? Vリュービチェミニャで、仲のいい君に聞くときです。トゥイリュービシミニャ、トゥイリュービシミニャというふうに聞きます。ぜひロシア人に実践してみてください。では今日の授業はこれでおしまいにします。よく復習をしておいてください。また次の授業でお会いいたしましょう。バカー。